てください。世界が終わる前に ですよ。起きてください。もうすぐ朝ごはんができますから起きてくださいよ。琴乃、もうちょっとな。ダメですよ、もうお食事できますから。あと少し、5分だけ。もうあと5分ですよ。待ってますから早く降りてきてくださいね。タヒロ兄ちゃん、アスカちゃん、おはよう。じいちゃん遅いぞタケル。はいはい。武道家たる者が毎度の朝寝とはのたるんどる証拠じゃ。朝練ない日なんだからさ、少しぐらいたるんでたっていいじゃない。お前は勉強でもたるんどるじゃろうが、琴乃さんたちを目覚まし代わりにしよって情けないの。六助さん、そう怒らないで。ではいただきます。いただきます。俺の名は八木健、地元の学校に通う元気な男子学生だ。じいちゃんはこの家東間家の主東間六助。実は俺とじいちゃんの間に血のつながりはない。幼い時に両親を亡くした俺を引き取って養子として育ててくれてる。だから正確にはじいちゃんではなく親父となる。そう呼んだことはないけどね。この姉妹は白鳥琴乃と白鳥飛鳥。近所に住む幼馴染で、女手のない遠間家を見かねてご飯やら何やらの世話をしてくれている。これが遠間家の朝の光景。ありがたき我が日常ってわけだ。お兄ちゃんさ、剣道部の代表ってもう決まったの？いや、まだ。代表はじいちゃんが決めるんだけど、まあ俺は無理だな。うちにはたけしがいるから。ああ、たけしお兄ちゃんか。たけしさんも強いですもんね。ああ、昔からあいつにだけは勝てないんだよな俺。まあ俺はあんまり勝ち負けにこだわるタイプじゃないからな。じゃあなんで剣道やってるの？いや、なんでだろう。剣道は好きなんだよな、とりあえず。あ、よ、たけし。珍しいね、こんな時間に。こいつは大和たけし。俺と同じ施設育ちだが、地元の旧家大和家に養子として引き取られた。今じゃ
御曹司ってわけだが、根っこの性格がいいのか、嫌味のないナイスガイに育った。俺の大親友で剣道部の主将でもある。へえ、名誉顧問にたくあんを。達人の技なんだからちゃんと見とけよ。何言ってんだ。それよりお前全国大会近いけど調整はどうなんだ。なんだよ、まだ俺が代表に決まったわけじゃないだろ。そういうタケルはどうなんだよ。俺はまあマイペースってとこかな。マイペースか。タケルはいつもそれだな。いや。急な話だが、このクラスに転入生が入ることになった。アメリカからの帰国子女となるのかな。ご覧の通りのお嬢さんだ。自己紹介をお願いしたいと。タケル、タケルだよね。私だよ、日本に帰ってきたんだよ。タケル。びっくりした。おじいちゃんにも秘密にしといてもらったんだよ。どなたでしたっけ。いや、どちらの誰だったかなと。私のこと忘れてるなんて、忘れてるなんて、忘れてるなんて、信じらんない。わー、セリー、おセリか。いやー、やっぱり忘れてた。彼、イザナギの狼、サノオの御事に大しし、何のゆえにか長子とめん、痛かった。いや、大丈夫、全然平気だぜ。私、向こうで空手やってたから。どうりで。私のこと忘れてるなんて思わなかったよ。いや、10年以上経ってるから仕方ないだろ。えらく可愛くなってたし。タケル、やっぱり私のタケルだよ。二人とも授業中だぞ。タケル、ずっと見たかったんだよ。もうタケル、タケル大好き。どこまで行ったか。あ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、あの噂本当なの？噂？可愛い転入生といきなり抱き合ったって。アスカちゃん、あのね、しかも相手はフィアンスだとか。なんだそれ。どういうことなのねえお兄ちゃん。誤解だってば。練習遅れちまう。とにかく後で説明するから。お姉ちゃんも大ショックなのよ。そんなの絶対許さないから。じいちゃん。じいちゃん。お、どうしたタケル。名誉顧問はまだだぜ。じいちゃんめ、セリが帰ってくることなんで教えてくれなかったんだ。おお、聞いたぞ。オースさんって言うんだってな。どういう関係だ。なの、お前まで。なんでもね、ただの幼馴染だって。へえ、そうなんだ。じいちゃん、鍵かけ忘れかよ。おい、タケル、やめろよ。大丈夫、見るだけさ。すごいな。なんか一瞬夢見たような気が。お前もか。なんだろう、妙な気分だよ。Men!
もっと腰を入れんか。振りがブレとるぞ。タケル、頑張って。メン。あ、惜しい。どう？甘い甘い。好き。かすりもしないぞ。メン。タケルさん、セリさん、晩ご飯できてますよ。うわー、日本の食卓だ。さっきはごめんね、お兄ちゃん。ん？私、早がてしていろいろ言っちゃった、うん、ちゃんと二人には説明しといたわい。騒がせてすまんかったな、琴乃ちゃん、アスカちゃん。ううん、大丈夫よ、お兄ちゃん信じてたから。私も驚いたけど、セリさんだって聞いて安心しました。私は騒ぎになってもいいんだけどね。これセリ、お前の母さんがアメリカに行ってからというもの、うちの食生活は悲惨だったんじゃ。無理って琴乃さんに作りに来てもらってるんじゃ。お前も感謝せい。そうなんだ。じゃあ晩ご飯は琴乃さんたちも一緒に。 いえ、うちでお母さんが待ってますから。あ、そう。でも朝は一緒に食べてくんだぜ。うちのお母さん朝は弱いの、昼まで寝てるから。聞こえますか？この世界は危機に瀕しています。今こそあなたの力が必要なのです。世界を救うためにあなたの力が。このところさ、変な夢を見るんだ。夢？なんていうか不思議な夢でね、暗い闇の中に女の人が出てくるんだ。エッチな夢か？まあ、そうなんですか？そういうのじゃないよ。全然知らない人なんだ。何かを祈ってるみたいなんだけど、不思議に懐かしくて。夢でしょ？あまり意味ないんじゃ。そうかもしれないけど、何か気になってね。女の人か、変だな。俺も覚えがあるような気がしてきた。タケルこそエッチな夢じゃないの？なんだと？ああ、タケルならきっとそうだ。だよね。ああ、かわいいよな、おっさん。まあな。羨ましいよ、お前の周りはかわいい子ばかりだ。そんなことないだろ。何言ってんだ。白鳥姉妹といい、オースさんといい、お前モテモテじゃないか。そんなんじゃねえよ。琴乃とアスカちゃんはガキの頃から遊んでるただの友達だぞ。じゃあオースさんはどうなんだよ。フィアンセだって本人が言ってたぞ。バカ、ガキのじゃれ話だろ。だいたいあいつはうちの家族だ、じいちゃんのひ孫だぞ。じゃあ俺用事あるから。おい、ごまかすなよ。用事だって、じいちゃんに道場へ呼ばれてるんだよ。さて、間近に控えた全国大会に関してじゃ、我が出雲学園から推薦枠で1名が出場できることは知っておるな？はい、知っています。その代表じゃが、八木健。え？お前を全国大会に推薦する。何言ってんだよ、一人だけなんだろ。うちで一番強いたけしを出すのが。言ってる意味がわからんか。お前がうちの代表だと言っとるんじゃ。だからわしはこう言っとるんじゃ。たける、お前の方がたけし君以上の力を持っとるとな。何言ってんだよ、俺ここんとこたけしから一本も取ってないぜ。
それはお前が取ろうとしておらんだけじゃ。どういうことですか？納得できません。タケルが弱いとは言いませんが、僕には僕なりの自負も自信もあります。受け入れるわけにはいかんか。わかった。幽谷の練習は皆には行動を使ってもらおう。ここはお前たち二人の選抜をかけた試合場じゃ。どういうことだよじいちゃん。何むちゃくちゃ言ってんだよ。バカ者。お前にこそ一番の原因があるのでぞ。俺に？お前は本当に勝つ気で彼との剣道に取り組んでおらん。心のどこかでたけし君になら負けてもいいといつも思ってるじゃろう。俺はいつだって本気で。タケル、お前は優しい子じゃ。だがその優しさが逆に相手を傷つけることもある。たけし君の中には意外な脆さがある。長い付き合いからそれを知るお前は無意識に彼を傷つけまいとしておったが、それは誤りじゃ。本気でぶつかり合図して何の親友か。それはの、相手を対等と認めない間違った態度じゃ。夕方の勝負、お前は本当の力を出し切らねばならん。わかるな？八木くん。あ、どうしたの？北側か。いや、ちょっとね、物思い。ずっと思い詰めてたみたい。いいんだ、大したことじゃないから。オースさんのこと？セリー？いや、違うよ。で、学生会長はここで何を？そこでお弁当、いつもなんだけど。そうか、気持ちいいもんな、ここ。うん。お友達なの。弥太郎っていうのよ。昔からのお友達。へえ、変わったペットだね。お？どうしたの、琴乃さん。タケルさん、いないのね。ああ、まだ来てない。そう。何かあったの？ううん、何でもない。そうは見えないけど。タケルさんとセリさんのいろんな噂話とか聞いて、なんとなく気になったから。噂？タケル、タケルか。つまりさ、オースさんみたいにタケルに意識してもらいたいってこと？え？タケルは鈍感だからね。オースさんみたいに積極的な女の子の方に目が向くんじゃないの？あいつ昔からさ、人の気持ちとか全然分かってないんだ。好き勝手ばかりで、周りのことなんてまるで。違うわ。違う。タケルさんがみんなにどれだけ気を使ってるか、タケシさん分かってない。タケルが？タケルが気を使ってるって？おのおの迷いを捨てよ。ただその一件に全てを託すのじゃ。迷いを。はじめ。さあタケル、打ってこい。どうした？打ってこないなら。あっ！なんだ、いつものタケルと何が違う？ギャー！うわー！どうは一本、それまで。タケルが勝った。タケルお兄ちゃん。タケシ。負けたよ。
負けたことなかったんですね。そうさ、相手はタケルなんだぜ。負けるはずはないんだ。それが当たり前だったから。どうでもいいだろう。勝ったのはタケル。君はタケルのことしか考えてないんだな。え？どいつもこいつもタケル、タケルって。あいつがどれほどのものだってんだ。どうしたんですか、タケシさん。どうってことはない。ただムカついてるだけさ。やめてください。おい、タケシ、琴乃に何してる。タケル、ナイトのお出ましか。ちょっと出遅れたんじゃないか。なんだと。うわ、俺に触るな。うわ、その異変が俺たちをどんな世界へ導くものだったのか、俺たちには知る由もなかった。突然異変に襲われた私たち。目覚めたのは廃墟となった学校でした。そこには見も知らぬ異世界が。謎の兵士たちの襲撃、翻弄され離れ離れとなる私たちをさらなる驚きが待ち受けます。次回、出雲、竹木剣の戦記第2話、異界。